掘り出し聞き出し気づかせラジオ、エトセトラ、エトラジ。さあ1月の24日火曜日、 January 24th Tuesday、 エトラジは第236回目を迎えております。236、ね、何があっても、うん、めでたい日ですよね、まみこさん。はい、めでたいですね。ね、めでたい、めでたいです。2004年6月8日がデビュー記念日ですが、ハッピー。トヨタ美生さん。ハッピーデイ。ね、中の人としては本日大変喜ばしい日になっております。大変喜ばしいです。プレゼントデイ。まみこさんも LINE ギフトありがとうございました。はい。ね、どういたします。It's my pleasure。大好きなものを。これいいんですよね。そういうことができるんやね、今の時ってね。LINE ギフトってね、まあ、LINE つけてるからこういう名刺みたいなもんですけど ね、 あ、 そうね、はい、であの有効利用させていただきます、はい、でまみこさんもなんか有効利用されてるんですよね、なんやかんやね、有効利用、なんやかんやね、なんやかんや有効利用、これを返礼品というんですか、返礼品というんです、ね、いいんですか、はい、どこまで言うんですか、ドリップコーヒーまで言うていいんですか、これはもうまみこさんの趣味ですよね、お菓子かコーヒーか紅茶か、そう、そうね、ちゃんと挨拶状も入ってね、入ってね、きっちりね、はい、あのそうそう、なんかこうギフト日にふさわしい時にね、そうね、先ほどね、はい、あの開封儀式されてましたけど、おもたせ言うんですか、おもたせですが、はい、で重たいからおもたせ言うんちゃいますね、はい、持ってきたから持参したものをどうぞっておすわけですよね、そうです、おすわけです、おもたせいう言葉大好きでね、はい、差し入れってねよく使うんですけど、うん、あれはどういうことかっていうと、そこから動けないから、うん、拘束されてるから何か食べるものもいるやろう言って持ってくるのが差し入れですからね、わかります、うん、おもたせいうのはね、またおみやおみやでも一緒に食べようってね、これおもたせですが言ってね、そうそう、あの持ってきてもらったものを出す時にね、これおもたせですが、そうそうそう、で持ってくる方もね一緒に食べよう思ってね、ちゃんと数合わせてね、3個とか5個とかね合わせてるから私の分も入っていいねんけどな、あでも冷蔵庫入れちゃったな、あそのままもう私の口には入らないなーいうパターンもありますけどね、うん、ありますけどね、でもね、あの先様がねちゃんとそれも気遣ってね、うわーショートケーキ、ケーキ美味しそう、ガトーショコラとか言いながら、あのどれが好きですか、マミコさんどれにしますかとか言うてね、あの紅茶と一緒に出てくるのがおもたせですからね、まあ、そういう日にふさわしい日ですからね、今日もね、張り切ってまいりますよ、はいはい、宇宙と深海どちらを探検したい、ああの面白い質問からピックアップしてきました、宇宙と深海どちらを探検、深いよね考えたら、そうだ、宇宙か深海か、それはもう両方言われたらそれまでやけど、今日、ね、今日言うかね、まあ、今日じゃなくてもいいけど明日でもいいか、準備期間があるけどね、どっち行きますか、いうかどっち入る、あの山派海派いうのと一緒かな、一緒ではないけど、そう、まあ、どっちも、ちなみに山派海派、海派、海派やな、もう海派かな、うん、で深海、もちろん深海じゃないけど20メーターまでは潜ったことがあるので、あれですか、シュノーケルは、僕はシュノーケルじゃなくてスキューバーね、スキューバーね、シュノーケルしかないですから、ね、うん、なので、うん、まあ深、うん、要するに潜水艦に乗るかロケットに乗るかか、この場合やったら、うん、正しいかどうか分かりませんけど、うん、今の日本いうか世界の技術としたら、ね、潜水艦に乗せてもらうと深海行けへんよな、ね、で宇宙に来たかったロケット系、まあ、スペースシャトルが今あるかどうか知らんけど、うん、ロケット系で行かんといけないよ ね、うん、ね、その二択ですな、うん、あだからボミ派ヤマ派海と答えれたように、まあ、軽い気持ちでね、うん、まあ宇宙先どっちでもいいですか、やっぱ宇宙です、だやっぱっていうのは、うん、あの、うん、ヤマ派の方やね、宇宙やったら宇宙ですか、うん、じゃあ地球が見れたらね、うん、ちなみにアッキーさん、私も宇宙としておりまして、うんうん、理由だけ一応マミコさんには、うん、あの台本見せますけど、はい、一応宇宙の方に丸してますやろ、はい、はい、してますやろ、うん、アッキーさんも宇宙、宇宙、ね、あの宇宙派、海派ということでね、そのスキュー 20m 潜った時にもうちょっとかかったのかな、うんうん、本当に真っ暗、せやね、光通さんもんね、もう通さなくて、深けば深く深いほどね、うん、光通さんって正解かどうかわからんけど、まあ屈折率なんか分からんけどね、で、まあ、ライトを持って、うん、
潜ったのかな。自分の目の前はライトで照らして、今どこ何してるなんか、うん、その相手と交信、交信じゃないけど、インストラクターも一緒だったと思うんだけど、うん、そらそうやな、そうそうそう、そらそうやな、やっぱり、まあ、もちろんいる魚は違うけど、深海やからもっとですよ、100メーターとかいけんのかな、いけるんちゃう、だから何が潜水艦で行けるとこまで行っちゃう、ね、何がいけるんやろ、知らせちゃうな、深海深、うん、ごめんね、はい、はい、そんなに変わらないような気はする。うん、宇宙はやっぱり全然そう、飛行機大気圏突入じゃないと突破せなかったもんね。そうそうそう、飛行機から見るんだったら地球全体は見えないからね。ああそういうこと、もう一つ上行くか、うんうんうん、地球、あごめんなさい、全体全体なんとなく半何分の1ぐらい、100分の1分ぐらい見えてるのかな、の地球が見えてるの、見えてるぐらいかな。飛行機の上やったら富士山とか東京タワーとか大阪城、うん、ちょっと、ま、普通に見えてるでしょ、丸みがある、うん、こうでも地球全体は見れてないよね。あかなり光らでも地球全体見られへん。そうだから、まあ、宇宙ね、うん、まあまあまあそうそうそう、いいと思います。だからどっちもなんとなく、そう、海は20メーター、飛行機だったらどれぐらいかな、飛んでんのかなって感じだけど、あそういう意味ではあの、うん、そこまでは至らんけども、どっちもちょっとずつちょっとずつ幅は広がり、経験してら、そうそうそう、いらっしゃるわけでございますな。うん、あ、でかおこしまみこあるさんと、かゆんごとしゃっきーさんでお届け、あきあるじせせさんは、トヨトミセさんになっております。これトピックでいいですよね。はい、OK です。はい、あ、まあだから宇宙派ということにしときましょう。とりあえずね、うん。でも宇宙行くんだって、なんか訓練いるよね。無重力なんとかとかね、まあ、受けてはるよね。うん、前澤さんも受けてはってるよね。トレーニングがね、必要だから、ね。だからそこで、あの、不合格になるか、ね、なるかね。だってさ、船酔いとかしてるようじゃいかんや、はい、例えばね、だから深海も、まあ、潜水艦やったら大丈夫かな。でもちょっとやっぱり気圧、どっちもキーンってなるように耳がね、うんうんうん、今キーンって一瞬になったもん、なんか知らんけど今一瞬になった。だから船の中、潜水艦でも多分なると思う、うん、まあ、気圧を安定しちゃうけど、まあ、あると思うからね。なんか耳抜き、あれなんかホッてやったりね、あの潜った時でもするやん、うんうん、潜った時したかな、なんかするよね、うんうんうん、ってね、うんはい、そんな感じでね、はい、はしゃい、今日ははしゃいでるんです、はしゃいでるんです、はい、歴史上の事件、うん、これマリコさん難しいかもしれないけどね、うん、歴史上の事件一つだけ変えれるとしたらっていう質問があったんで、あえて今日豊臣秀吉さん持ってきた、あのマミちゃんにとって無理難題かもしれないけど、ね、うん、一応言っとくから、うん、あの参加したふりして、うん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 、ね、うんうん、でだからこの事件知ってる知らないもあるし、あ、まず、まず、もうこれも知らない、僕の得意分野ですからね、うん、社会科、ね、日本史が得意な豊臣秀吉さんです、うん、まずあえて言うと例題としてね、うん、まあ、もう有名な信長さんがどうなったと本能寺の変、うん、あれを親方様信長さんが生き残ったバージョン、あ、うん、だから歴史上の時期一つ変えれるとしたら信長さんが生きてたバージョン、うん、で生きてたバージョンなんて豊臣秀吉ないかもしれんけどね、うんっていうね、ああでも諸説ありで信長さん本能寺では死んでないよね、うん、諸説あり、うん、あるよね、文献、うん、もあるよね、うん、ちょっとこれ怒りね、うん、でちなみにアッキーさん、アッキーさん豊臣秀吉さん、今年は小田原征伐の年でした。小田原、あまり詳しく言いたくないんですけど、北条さんを倒すやつです、あの鎌倉の神奈川の方に行く、ね、北条攻めの年でございました。あまり詳しくはちょっと入れないんですけど、年表通り生きておりましてね、それからもう一個ね、この3つしか挙げてないんですけど、うんうん、まあ、関ヶ原の戦いで、これ秀吉君も亡くなってますよ、うん、徳川家康対石田三成の戦いね、うん、で小早川秀明が寝返らなかった場合、これで徳川家康倒したら江戸幕府がないんじゃないかっていう、うん、この3つを僕としては歴史の事件一つで変えれるとしたら一つちゃうやん3つやんっていう話で挙げてるんですけど、うん、じゃあその中から、うん、投票権がまみこさんにある場合ですよね。あ、ただ小田原征伐北条さん攻めたいで、北条派の人やったらね、うん、攻めないで思うけど、これ小田原征伐して、うん、伊達君と提携しないと、あの日本統一秀吉できてないわけですよ、うん、ね、まあまあだから一応足しましたけど、うん、まあ、大きく言うと本能寺の変で信長さんを生き残らすパターン、うん、関ヶ原で石田三成軍、うん、いわゆる西軍が勝つパターン、うん、これ小早川秀明君、もともと養子やったかな、秀吉君のね、甥っ子やったかなんかが小早川さんの養子にあげて、うん、でその小早川秀明が裏切って東軍に最後もうギリギリで味方してやっちゃう、うん、もうちょっとでいわゆる家康君の首取れるとこやったからね、っていう関ヶ原
でもいろいろ判断してそっち、ね、いろんなものがあってね、まあ、ある意味細かく正解っちゃ正解もね、結果歴史ではね、でももう一回言いますよ、歴史の時期一つ変えられるとしたら、もう二択にしましょうか、本能寺か関ヶ原で小早川君が寝返らなかった場合どっち、まあ、要するに石田三成君が勝つっていうね、西軍を勝たせるっていうね、ごめんね僕は情があるからやけどね、両方ともね、二択に対してはどっちだから本能寺の変かな、本能寺の変で信長さんをあえて生き残らす、もしくは本能寺あるよ言ってもうその本能寺から逃がしとく、そうそう、さっきね明智が来ること情報がもう入っててさ、で逆に明智君はそこで やられる可能性あるよね、裏切り者としてね、で信長さんはもうどっか ね待っとったお前が裏切んのを言うて、そう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 、ははっ来よったかみたいなね、感じで、あもともと秀吉君の中国攻めするのに応援に入ろうとして本能寺で一旦待機し、そこから多分中国って分かるよね、今の中国地方ね、あっちにね、応援援軍として信長さんも岡山の方までね、行こうとしてた時は一瞬の拠点やと僕は思うね、だから一瞬の拠点やからその味方が少なかった森蘭丸君からぐらいしかいない、ね、まあいない言うてもあれやけどちょっと浅いっていうかね、普通の軍人ではなかったからね、まあ明智君にとっては攻めどころやったのかもしれないね、で明智君は秀吉の援軍に行けって信長さんに言われてる、で明智さんからしたら秀吉君の下に作って嫌やん、ね、いろんな意味で、まあ、そんなのもあってね、最終こういう結果が生まれましたが、ということで我々は歴史上の事件一つ変えれるとしたら本能寺の変で信長さんが生きてる場合というのをチョイスさせていただいたという、ね、そうね、まあ、なんかそういうのも作っても面白いかもね、面白いでしょ、 あるかもね、でも今ねそういうのちょっとで、それを豊臣雄生さんがすること、それからもちろん今大河ドラマどうなる、どうする、どうする家康やった、どうする家康、言うとくね、こうする秀吉、あやかる豊臣雄生、訳せるから流せるに変わった流せるねねさん、気にする茶さんまでできておりますっていう、あのキャッチコピーも含めてね、まあ便乗商法ですよね、あやかる豊臣さんですからね、まあで豊臣秀吉の名でやると、この歴史上の時期一つ変えるとしたらで、本能寺の変で信長さんが生きてた場合どうなるか、自分にとって不利かもしれないのよ、でもそれを選ぶ豊臣秀吉さん、そしてねねさんっておしゃれじゃない、ね、おしゃれをね、そういうこういうこれ持ってこいのネタでしょ、豊臣秀吉さんとしてはね、豊臣秀吉さんとしてはですよ、いいの見つけました、ツイッターもこれ上げてますから見てくださいね、そうですね、だからまあ本能寺変じゃなくてそのままでもなんかこう誰に譲ってたのかとか、ね、息子に譲ってる可能性あるもんね、とか、まあ、そのままどういうこうなんていうんだ、余生じゃないけどどういう風に過ごさはるんやとか、すごいいろんなものに長けてはった人やし、趣味とかだから逆なんかいろいろこうまた違う面白みがあるだったのかなとか思ったりして、あの余談ですし、まみちゃんしかわからない話を引っ越しますが、僕が現世であの人が僕にとって信長だった、あの人が明智さんだったという人がいるじゃないですか、で具体的にその6月2日6月13日あのあたりに、まあ、ごそごそした事件が僕にも人生であったわけね、本能寺の変の年にちゃんと歴史の年表で僕は生きてますが、偶然起こったあの人のことを思えばやっぱりかっこいいし、なんていうかな、こう尊敬できる部分があるわけね、現世の僕にとっての信長さんと、それから現世、まあ、この時代の秀吉君にとっての親方様のこういうなんていうかな感覚をちょっと感じれる、まあ、そういうことを考えるとね、ねえ、生きててやっぱ欲しかった、じゃあ欲しかったかな、あレジェンド&バタフライは1月27日公開でございます、まあまあそんな感じでね、かっこいいです、何がある時木村君がね、次行ってよろしいでしょうか、はい、どうぞ、今日は久しぶりに大浴場へって書いてありますね、くつろぐ予定です、あ露天風呂から見る京阪電車が楽しみですって書いてます書いてます、書いてるんですか、書いてますね、今日の予定ですね、よく高島今から行きます、もう早く収録終わらなきゃとか言いますけどね、今日一応ね、あの大浴場へ、大浴場ですか、サロンがいいんですよ、サロンでいただく
ちょっとしたこうドリンク、うん、あれがいいんですよ。どこだ特定しないんで、はい、多分追っかけては来られないと思いますね。裸のだってさ、何月何日何時何分何時頃どこどこ行ってます、裸の付き合いできますと言うてね、ほんまに、ね、来られたら大変ですからね、大変いうことないけどね、うんうん、なので場所は特定されないようにしますけどね、はい、本日の誕生日、本日のお誕生日、はい、1980年昭和62年1月24日までは、うん、赤井咲ちゃん、赤井咲ちゃん、これ初ピックアップです、1月24日ね、うん、元ボクサー赤井秀和氏の娘さん、娘さん、赤井咲さん、大阪生まれ京都府育ち、うん、タレントでプロレスラーみたいなね、まあ、モデルさんやったりね、結構やっぱ背高い感じでね、うんうん、大柄な女子ですね、女子大柄な女子で、今の時いいって発言とか分かります、うん、でまあまあよく言います、ジャンボ尾崎さん、ジュディ・ヨングさん、渡辺正行さん、久保純子、元 NHK アナウンサーっていうのは、うん、まあまあこの定番です ね、うん、ね、あともう一人いらっしゃるよね、あの有名な方がね、まみこさんのご存知の有名な方がね、 あと本日の誕生日ね、いらっしゃいます、おめでとうございます、おめでとうございます、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、そしてまみちゃんは知らないかもしれない、もしまみちゃん、はいはい、あ、まみちゃんは知らないかもしれないですけど、はい、僕はあの探してね、ツイッターで、うん、今日誕生日の方がいます、キュルンってハッシュタグキュルンって書いてあるんですけど、いつもね、うん、投稿のために僕はカヨンって書いてたようにね、社員人気コスプレイヤー、いおりもえちゃんもお誕生日、ハッピーバース、何プレイ、コスプレイヤー、あ、コスプレイヤー、コスプレで有名なんですよ、いおりもえちゃんいう人がいるんですよ、で、生年月日は1月24日しかウィキペディア上も書いてないし、ツイッター上も書いてない、だから今日は風船が上がってる可能性はある、うん、でもなんか知る人が知ったら、ジュジュとかね、千葉県生まれみたいなとこも、あの、まあ、もともと明かしてたり、お友達だと知ってるやん、同級生絶対知ってるやん、うん、そうよね、ね、まあまあ、なんか書いてあるけど、まあ、一応、本人さんが、公表されてないんで、1月24日生まれでやることだけで、伊織萌ちゃん、これ、新ネタ、赤井咲ちゃんと伊織萌ちゃんは、今年の新ネタでございます。はい、金の日。金の日、1848年1月24日アメリカカリフォルニア州で金の粒が発見されました。この噂が広がり、一攫千金を求めてたくさんの人たちが集まるカリフォルニアゴールドラッシュとなった。今 BS12 でね、ゴールドラッシュっていうね、今日から火曜日の9時、夜9時ぐらいからゴールドラッシュっていう一攫千金のそういうドラマや、連続ドラマやってるんですけどね、アメリカの、まあ多分それの元ゴールドラッシュっていうタイトルなんですけどね、はいはいはい、ゴールドラッシュの日なんです、いつ頃見つかった、1848年、1848年、今が2023年ですからね、 1848 in California the gold was found、金の日なんですけど、まあまあ the started the gold rush started、あそこ、どこ、造幣局、はいはい、造幣局に、あるよね、うん、天正小判ね、秀吉君時代の小判、ね、ドカーン 金やね、あれ金です、金が混じってるでしょ、うん、金メッキとは言わない、金入ってるんちゃう、うん、うんうん、まあまあね、うん、金はやっぱりそそるかな、まあ、金の茶室もそうですけど ね、まあキラキラして嬉しいかな、いいね、金粉とかかけてる和菓子あるもんね、そうよね、うん、豪華ゴージャス、はい、どう化粧品とかも金、あ、入ってるよね、そうね、やっぱり優勝1位は金メダルいうぐらいからなんかね、うん、こうゴージャスなイメージ、ね、金、金メダル、うん、ね、はい、ということで、本日のお題の時間となりました、残り5分ほどです、ね、はい、そうね、どうしましょうかね、本日のお題、え、何ですよ、本能寺でもいいですよ、もうやりましたけど、ね、関ヶ原でもいいですけど、もうやりましたよ、うん、ね、どうぞ、高大寺でもいいです、もう行きましたよ、今年高大寺、高大寺、あの秀吉君の肖像が以上出るでしょ、 あれ高大寺に所蔵って出る、ちっちゃく下に字幕出てますけどね、高大寺に秀吉君の木像もありますからね、見たことある、あ、もう見て、あ、そうさ、いや、もういるよ、もう、おお、結構ミニチュアサイズですけど、ミニチュア言うても、あの、座ってはるんですね、はい、ね、はい、まあまあ、素敵な、おおっていう顔でしてありますよ、へ、だから報告、あ、 お題見つけてください、報告神社の秀吉君は僕、あの、父の父の顔そっくりなんですね、うん、何があってね、あの、目、下の目がね、晴れぼったいの、はい、あれ秀吉君特徴でしょ、はい、まあまあまあ、はい、本日のお題の発表となります、本日のお題、さあ何しましょうかね、まだ検討中です、じゃあマフラー、マフラー、今これまみこさんのパキロケステーション、あの、滞在というのは今ロケの間にストール置いてありますけど、これはマミコさんね、ストールは何かとね、毛布にもなりますし、ちょっとかける感じね、膝にね、かけますか、マフラー、まあちょっと寒なりましたし、ね、こう膝にね、かける感じにね、膝にもできますしね、はい、この時期はね、
ありますね、はい、マフラーでもまあ膝ねかけても、僕も意外とマフラー持ってるっちゃ持ってるんですけど、すぐ熱なるんで、うん、すぐあの百貨店電車入ると外してまうんですよ、うん、であれを落とせえへんでしょ、何が落としても、うんうん、なので僕はカバンによくそのまま外して引っ掛けときます、はい、うん、そうやってます。で結局帰りはあったかなんてつけずに帰るって、あのあ朝の最初の時だけが寒いんですよ、最初ね、そう、スタートでダッシュその原価かけて出て、あの風がピューっと来る時にうってなるのを防ぐために手袋をしたりね、マフラーをするんですけどね、結局この時期ガンガンに効いてますやん、エアコンが室内は、ね、そうするとどん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 こう脱いでいくっていう感じで、なんかあの電車乗ってたらすごいおしゃれにマフラーを巻いて貼るって感じだと、今の巻き方もあるやろね、結んで貼るというか、うん、あ、おー、なんか可愛いと思って、まあ、そういうのは、まあ、どっかで教えてもらえるんですかね、マフラーね、マフラーの巻き方術、巻き方術みたいな、とりあえずさ、マフラー買えば、まあ、そこの人がセンスよかったら、ねうん、あの店員さんが ね、ちょっとぐらいはとか、まあ、YouTube とかで調べたらなんかおしゃれ、ね、あ、それはあるでしょうね、マフラーの、うん、マフラーの可愛いと思ったんですよね、可愛い巻きね、うん、まあある程度長さいるやろうけどね、あ、まあ、私は今日はマフラーじゃなくてこう、あ、まあ、さっきストールって言ってたんですけど、これスヌードって言って、あ、スヌード、スヌード、そう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 、輪っかになってて、うん、なんかくるくるって巻くやつなんですけ ど、うん、僕も今プロ野球選手とかサッカー選手がそうですけど、その、うん、やっぱり長いとあの、うんうん、そのプレーに支障あったらあかんので、ほんまに被るだけのね、うん、輪っかみたいなやつつけてますけどね、うんうん、あれ名前ネックウォーマー、ネックウォーマーか、うん、あ、もう一回言って、ネック、ネック、首、ネック、あ、そうやね、きっとそうやわ、ネックウォーマーやわ、うんうん、赤いのねつけてますね、うん、やっぱりなんか首を温めてたら温かいとか言うよね、やっぱりね、うん、やっぱりね、首から背中にかけてがね温かいとね、うん、耐えれますね、うん、ベストを着てるのもそういう理由があるんですよ、あ、うん、はい、体感はね、あれですね、はい、この間ね、まあ、ということで本日のマフラーでしたが、一応告知があるみたいです、あ、告知、あ、はい、残り1分30秒ほどで、はい、2月10日金曜日午後6時から、うん、大阪玉造り宝大阪さんにて、うん、バレンタインインターナショナルライブが開催されます、お、はい、バレンタインインターナショナルパーティー、なんと司会はあの皆様ご存知のあの方、はい、ね、豊臣雄生さんが仰せつかりましたって書いてあります、フェブラリー 10th フライデー、何時からです、6時から、6時から8時ぐらいまでかな、うん、当日会場にお越しの方から司会アシスタントを探すかもって書いてます、ツイッターにも上げちゃったんで、もう、うん、やっぱりいてもらうと助かるなって思ってますが、助かるですか、うん、まあ、会場で見る場合と視聴オンラインに見る場合もあるみたいな、チケットね、チケットの方はそちらで買えるっていうことで、 BKTB と宝大阪共同主催イベントらしいです、はい、ということで、バレンタインイベントやかカップルでとかですか、そういうわけで、もう、あのシングルで来てもらってもいいよとか、家族で来てもらってもいいよって書いてあったし、まさかバレンタインイベントの司会を持ってなくてね、2月とか行ける言われてね、うーんって言ってたらね、あ、そうか、もうバレンタインイベント、バレンタインイベント、ちょっとしもたか、はい、バレンタインの申し子ちゃん、インターナショナルやから ね、 そうやね、はい、日本代表で、日本代表で頑張ります、はい、それではお時間のようでございます、あ、もうそうですか、はい、マミコワールドさん、めでたい日にありがとうございます、はい、バスデーボーイありがとうございます、あれそれではまたお会いしましょう、 Thank you for listening、 See you next time、 Happy birthday、 めでたい。